サウンドジュリアです。今日はですね、エソテリックの CD プレイヤー X50W を触っておりますので、ビデオを撮っております。こちらはティアックの VRDS メーカーにワディアの DA コンバーターが入っているっていうフレンドシップモデルという、CD プレイヤーなんですが、発売されて私も個人的に購入いたしまして使ってた懐かしさがありますので、今、中を見ながらこんな風だったなって思い出しています。この特徴といたしましては、非常に重厚なボディと VRDS メーカーのガチャガチャいう機械音がしますので、ちょっとそれを、聞いてみてください。トレイを開けます。閉めます。ガチャガチャ言いますね。 CD を入れてみます。あと現代の CD プレイヤーは読み取りが高速回転で何倍速かで読み取ってバッファリングしてそれを再生するんですが、こちらは等倍速で読み取ってますので、1曲目と最終曲では回転スピードがかなり違います。ちょっと再生してみましょう。あまり良くないことですが、回転が少し狂うと音が飛んでしまいます。これ今センターの方から読んでますので、かなり高速回転で回ってますが、最終曲に送るとゆっくりになります。最初の曲にしてみましょう。早くなりますね。トレイを開けます。すごいメカ音です。これ購入した時に壊れてるんじゃないかと思いましたけど、こういうもんだということで懐かしいです。あと非常に音も力強くて、バーブラウンの、バファアウトで太くて力強くてゴリゴリする音ですので、ワディアの CD プレイヤーを購入してもティアックの VRDS メカとワディアの DAC がついて、あとボリュームコントロールができるっていうところが違うんですが、まあ、音と価格からすると当時定価50万円だったんですが、かなりお得かなっていう感じがします。この後、ちょっと点検いたしまして、中のピックアップを掃除したりとかしてみたいと思います。以上です。